小泉。あ、ジャパンオールスターの裏で、あの人もマジファーストタッチで技術で全部剥がしてくる。バリマタとか狙ってなかった。やばい、やばい、行かれた、行かれた。で、ファールしてた。ここキープ重要ですね。うわ、今ねちょっとサポートが遅かったかな、はい、もうちょっとねサポート行ってあげたらね、いいキープでしたけどね。ただあれですよ、粘り強く戦わないと。はい、右足トラップ小泉、うんぱるんぱプレスをかけます。マクナーズがやってる相手とちょっと違いますか。いや、そうですね、一人一人やっぱりねレベル高いですから。あら、おっと、うんぱるんぱ食いついたんですが剥がされました。また小泉です。小泉はね両利きですからね。はい、今のファールですかね。おっと、翔平が食いついたんですが、これひっくり返されます。思いますけど、巧みに剥がした小泉、左足のパスです。そうですね、さあ小さなパス福森もらってワンタッチ、ここにプレッシャーをかけましたが、いいプレッシャーですけどね。あのシュート打たれても点取られなきゃいいんですからね。はい、秋中から左に小泉が出ていきます。梅ちゃん、よく動きますね。小泉も外して切り返した。小泉入れた、低い球、粘ってこの位置に梅崎、ワンタッチチャンス。小泉、ああ、打った、滑らされた、シュートを打ちました、小泉。この切り返し、右も左も強烈ですからね。強盗ジャイアント、これは。これも間に入れます。いいアイデア。スルーから落とし、くさび、見事だね。ポストに入った小川。ここに福森。深いところ取る。小泉の右に小川、真ん中、金森、小泉が反応した。よく動くね。アウトにかけて真ん中に入れました。シュートを狙った。渡辺龍馬が、くるっと反転、うまさを見せます。渡辺龍馬が来た。小泉、渡辺は高校一勝。真ん中落とした、チャンスの左足浮き玉ヘディング。能力が高くないけど、もう技術で全員を剥がすという。しかもある人はすごいとこ言っていい、両足蹴れるの。そうしなかった、あれ、まあ、無理やった。目ついてんのかなと思って。レッツよね、レッツ。しかもなんか全力出してない感じがこっちもやられんのよ。いやもうなんでみたいな。脱力でやってる感じがしてなおさら心折れるよ、ね。れね、食いついたらめっちゃファウル、かわされるかファウルになるから、ね、後ろから行っちゃってファウルになるからね、あれは。